2021ワールドチャレンジ。始まりました。2021ワールドチャレンジ。解説は私、プリママが担当させていただきます。最初のチャレンジは、そう、鉄棒です。さすがプリマロコンビ、息がぴったりです。次は連続技です。新記録達成なるでしょうか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。記録11回半。これは着地がポイントになる技です。おっと残念、着地ミス。高めの鉄棒が出てきましたよ。さすがですね、蹴上がりで上がりました。おっとこれはプロペラ連続。記録5回半。ワールドチャレンジということでタクミッチも参戦です。逆上がりからの前回り。それでは皆さん、いいねボタン。次のチャレンジは逆立ち&マットです。ルールを説明します。まずスタートラインがこちらになります。鉄棒と鉄棒の間を8の字で一周します。スタートの場所に戻ることができたら成功です。意気込みを。いや、どうしてもここで失敗してしまうので、もう少しここ力入れてやりたいと思います。ちょっと本気モードの顔になってる。マロン選手、これは成功させたいですね。焦らず慎重にゴールに向かってもらいたいです。もう少し頑張れ。気を抜かず焦らずゴールは目の前。頑張れ。もうちょっと。いったー。やったー。やっといけた。やったねー。はい。2021ワールドチャレンジ、見せてくれました初のトリプル技です。せーの、いいねボタン。次のチャレンジはボールです。おっとナイスキャッチ。落とさず20回リフティングできたら成功です。見事にクリア。次のチャレンジは平均台。マロン選手全集中です。おっとこれは高得点期待できるのではないでしょうか。プリン選手も全集中。せーの、いいねボタン。次のチャレンジはクライミング。この高い壁を登りきることができるでしょうか。4歳のプリン選手チャレンジです。小さな手でしっかりと、そして確実に壁を登っていきます。ゴールの手すりが見えてきました。おっとゴールの手すりをつかみました。なんとなんとプリン選手ゴール。